一昨年まで力士と一緒にね、あ、そうですよ、はい、住んでまして、好きすぎてね、もうその時もね、やっぱね、その面白かったね、そのもう、はい、力士だからさ、うん、もうむっちゃ食うのよ、まず、まあまあそうでしょうね、うん、そうで仕事だもんね、食うの見たことないでしょ、あの深夜4時にステーキ焼く音聞いてさ、ジューって、あれあれ嘘でしょっていう、もうね、意味は4時にニンニク臭くなったりとか、だって別に仕事帰りの4時とかじゃないもんね、そうそうそう、普通にステーキ食って、普通に腹減ったら4時ステーキも焼くのよ、うん、とかもうあの力水っていうあの水があるんですけれども、はいはい、それとかはそのでっかいそのパックみたいなのであるから、もう水は一生困らないとか、はいはい、ああ、え、それはだよ、もう講演会の方が、まあその相撲協会からもらえるのかな、あ、なるほどね、うん、で、その一番はね、やっぱり、ね、あの水道代がね、うん、劇的にね、少ないの、な、え、なんで、なんでだと、あ、分かった、え、固定、分かっちゃった、よいよいよいよ、あの風呂とか水かさがすぐ、そうでしょ、もう、うん、俺たちってさ、もう多分8割ぐらい入れて、でちょっとバージョン、2割2割よ、2割やったらでも行くもんね、だすごいよ、独特よ、もう本当に、あ、そうか、これで足りるのっていうぐらいでもうやっぱ入るんだから、でももうそう、水道代は安く済むけど、うん、そのエアコンとかもすごいでしょ、あ、もうやばいね、すぐだってクーラーつけるってことでしょ、だってもう、あの、未だに覚えてるのは、はい、クリスマスにあの、うん、扇風機ガンガンだったいや、真っ只中よ、うん、あ、しかも窓閉めるって感覚ないから、あの、もう窓閉めたら暑くなるっていう感覚だから、もう絶対一年中窓開けて普通にマジで、だってその頃太ってたもんね、ちょっとなんか食生活おかしくなっちゃう、だから引っ越して半年で8キロ太りましたから、僕はもう同じペースで食ってたら、いや、それはなかなかですよ、これはダメだと思ったよ、本当にマジで、だもうビビる、あの店員さんもその食べ放題の店員さんが苦笑いするぐらい食って、うん、その後にあのオリジン弁当でもう弁当2個買って帰るとかだから、うわ、もうすごいよね、うーん、すごい、元から大食いなのか、それとやっぱ力士になってからその大食いになった、力士になってからよ、それはもうそのでかくするのも仕事だからね、で食えるようになるってこと、その人間もその、いや、そういや、だからその、ね、それも才能もある、あ、食べる才能ね、過去の横綱とかはもう稽古よりもご飯食べる時間、うん、ちゃんこの時間が一番辛かったっていう、それぐらい食べさせられるから、あ、もう無理やりというか、うん、それも仕事だ、体を大きくするのも仕事だからっていう、だから過酷だね、本当に。